クランウェルツのガエルは、ツノガエル族に分類されるカエル。標高700メートル以下のチャコ地帯に生息する。アルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、ボリビアから報告がある。体長7.5から12.5センチメートル。体色は明褐色や肺褐色で、脳褐色の反紋が入る。同族のベルツのガエルと比較すると粉炭が突出し、目上部の角上突起が長い。 寒気になると眉を作り休眠する。植生は動物食で昆虫、節足動物、両生類、爬虫類などを食べる。繁殖形態は卵生。うっに2000から4000個の卵を産む。分布域南部では個体数が減少していると推測されている。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。飼育か繁殖個体が流通するが、 ベリッツのガエルとの主観雑種が多い。アマゾンツのガエルも含めた主観雑種がファンシーツのガエルという流通名で販売されることもある。野生個体が流通することもある。プラケースなどのケージに半身が浸かる程度の深さで湿らせた土、水苔などを敷く。餌として昆虫や魚類、人工飼料などを与える。ピンクマウスも食べるが、 内臓疾患を引き起こすこともあるため注意が必要。ありがとうございます。